はい、皆さん、こんにちは。今回はボタンの長押しと、短く押した時とで、処理内容を変えるようなことをやりたいと思います。ここでは P ボタンを長押しすると、走るアニメーションが再生されて、短く押したら歩くアニメーションを再生させたいと思います。それでは、P をちょっと短く押した場合がこれですね。歩きましたね。で、今度 P ボタンを長押ししたら、こういうふうに、走るアニメーションになったと思います。今回はこのように、長押しと短く押した場合とで、処理の切り替えを解説していきたいと思います。それでは、ブループリントファイルを開いてください。ここではキーボードの P に処理を変えていきたいと思います。まずですね、P ボタンを押したら、その時の時刻を取得します。ですので、右クリックで、Now で押してもらうと、この Now っていうのが出てきます。で、リターンバリューから Prompt というバリアブルで、スタートタイムにしておきます。で、これで、この P を押した時の時刻が取得されました。で、次にこの P ボタンを押している時の時刻を今度常に取得していきたいと思います。つまり、セットタイマーバイイベントを出します。で、リターンバリューからプロモートというバリアブルで、プレスタイマーにしておきます。で、ここのタイムを0.1秒ぐらいで、ループですね。で、ここのイベントからカスタムイベントを出して、名前を、オンロング、プレスとかにしておきます。これで、この P ボタンを押している間は、常にこのオンロングプレスに書かれている処理がずっと行われます。で、ここでもう一回この Now をコピーしてきて、で、さっき作ったスタートタイムを持ってきます。これをゲットで出します。で、これで、この、差を引いてやればいいです。で、引くで、この上のデータタイム引くデータタイムを出します。で、こうつなげて、で、ここの、リターンの方から、ゲットトータルまで打つと、このゲットトータルセカンドが出てくるので、これを出します。今の時刻から最初の時刻、スタートタイムを引いた値を、秒で、出してくれるものです。で、これを、prompt to variable にして、プレスタイムにしておきます。で、要するにこれ、P ボタンを押した0.1秒後に、このロングプレスのイベントが発動するので、一番最初は、ここの値は0.1です。で、その次、0.2、0.3っていうふうに順々に上がっていきます。実際にちょっと見てみますと、ここでプリント関数で、こうつなげて、プレイを押して、P ボタンを押すと、順々に0.1秒ずつ上がっていってると思います。で、このプレスタイムが、長押ししたい時間を超えたら、長押し扱いにしていけばいいというわけですね。なので、プレスタイムから今度、ダイナニックオールで、フロートダイナニックオールフロートで、ここからまた、プロモートトゥーバリアブルで変数にしておきます。ロングプレスタイムにしておきます。で、一度コンパイルしておいて、で、ロングプレスタイムに長押し時間、長押しとして認識させたい時間ですね。最初2秒で仮に設定しておきます。で、ここから if 文とブランチですね。ブランチ出して結合接続させます。で、この値が2秒超えたら長押し扱いにしたいので、で、ここに好きな処理を変えていけばいいんですけれど、これ今、セットタイマーバイイベントでループが回っているので、そのループを解除しないといけないので、プレスタイマーを持って
ってきて、で、クリアで打つと、これが出てきます。で、これでこのループが止まって、でこの先に長押しボタンで、させたいことを書いていけばいいです。まあ、わかりやすいように、とりあえずプリント関数出しておいて、まあ、ロングにしておきましょうか。で、まあ、せっかくなので、ちょっとアニメーション、ちょっとモンタージュ、ちょっとめんどくさいんで、アニメーションシーケンスでします。まあ、プレイヤー、まあ、ここは、真似しなくていいです。まあ、B ボタンを長押ししたら、走るアニメーションを出したいと思います。それでこのプレスタイマーとこのクリアをもう一度コピーしておいて、この離した時ですね。で、この次に、プレスタイムをゲットで持ってきて、ロングプレスタイムも同じくゲットで持ってきます。で、次、小なりですね。小なりフロートフロートでうまくつなぎますと。で、またブランチで、なので、この true の先に、まあ、短く押した場合の処理を書いていけばいいです。ここではプリント関数で、まあ、ショートにしておきます。で、まあ、さっきと同様に、これコピペしておいて、まあ、短く押した場合は、まあ、歩くアニメーションを出したいと思います。で、これでプレイさせると、短く B ボタンを押すと、歩いてますね。で、ここに左上にショートって出たと思います。次、長押しですね。すると、走るアニメーションが出て、左上にロングって出たと思います。で、バックタイプで見た方がわかりやすいと思いますかね。これで短くピーと押すと、この下に流れたと思います。で、長めに押しておくと、こうなって、ロングプレスタイムの時間を超えると、true の方向に行きます。まあ、ここまでで、今回は終了になります。まあ、わかりましたでしょうか。まあ、ここの、まあ、この先に、まあ、長押しして書き、やりたいことを書いて、この先に、短く押した時に何を言われたいかっていう処理を書いていけばいいです。最後に軽くもう一度説明だけしておくと、P ボタンを押すと、その時の時刻が格納されますと。で、P ボタンを押している間、常にこのセットタイマーバイイベントのロングプレスの処理が走ります。で、走ってる間に常にこの今の時刻が取得されて、まあ、一番最初で設定したスタートタイムとの差が引かれて、その秒が返ります。で、その帰ってきた秒がプレスタイムに格納されて、そのプレスタイムの時間と設定したロングプレスの時間を比べたときに、そのロングプレスタイムの時間を超えていたら、初めてこの true の方に行って、長押し扱いになります。で、一方、P ボタンを離したときです。離したときに、その離した時間が、このプレスタイムより、ロングプレスタイムより、低かったら、短かったら、短く押した場合として処理されます。長押しだった場合は、ここはもうこのフォルスの方に行くので、まあ、処理は走らないというわけですね。で、もちろんこれ、まあ、考えてみるとわかると思うんですけれど、これ 0.1 秒間隔でどんどん読み込まれていくので、このプレスタイムは最初は 0.1 で、2回目走ると 0.2 秒ですね。で、0.3、0.4 ってずっと。いきます。要するに、今、設定2秒でしてるんで、これが20回かな。20回走ると、まあ、長押し扱いになるというわけです。だから、これ別に、こう書かずに、なんか、カウントナンバーみたいな入れといて、それが20回いったら、2秒経ったっていうことなんで、まあそういうやり方でも別にいいかと思います。まあ、とりあえず、今回はこれで、終了になります。ご視聴ありがとうございました。